雨が降らないっていう予報だったんですけど、朝起きたらなんか薄曇りでどんよりしてて、でも降ってないやと思って会社に出てきたら7時過ぎに雨降りまして、ちょっと濡れてたんですけどね、また止んでっていう。でももう青空があんなふうに、なんかね、天気が変わりやすいですよね、ここ、イベント終わってから雨降って、それ前は暑いぐらいでしたけれども、ここ3日ですか、夜なんか肌寒いですよね。お風邪など喉召しませんよね、お気をつけくださいませ。新しい週が始まりまして、また土日に向けて、いろいろとこう仕込んでいくわけでございますけれども、昨日の水曜日なんとか晴れ間が出たもんですから、まあ一日快活に過ごしたんですけども、会社に出てきて昨日の動画を上げながらですね、まあ、実はいろんなですね、ことをこう考えたわけです。まあ最近ですね、物理スイッチについて、もうちょっと物理スイッチ置いた方がいいんじゃないかとか、俺は触りぬくいぜ動いちゃう、ね、そしたら、まあ、誰かはね、それはその位置に電子スイッチが持ってこれるから、持ってくるのを知らないのかと、あんたはそれでも売ってる人かみたいなね書き込みがあって、そうなんだけど、それはそうなんだけど、これ触りにくいんだよ運転してると、ね、思ったんですね。まあそれから ある人はまあやっぱりこれは物理スイッチ残した方がいいなと、あるいはまたね、なんていうのかな、こう全体のインフォーテインメントの中でですね、こう収まりがいいデザインですからね、これもデザインをするときにやっぱり机上でデザイナーっていうのがいて、デザインでもこうまとめていくんで、それはいい出来だっていう評価だってやっていいんじゃないですかと、そういう気持ちもあるし、で実はそのイベントを振り返ってですね、面白いことに気がついたんですね。まあ実は昨日か一昨日のですねコメントにもいただいたことがですね、すっごくよく分かりましてね、これを置き換えると、上松さんとこ の, 息子さん、まだ本当にね、字も書けないんだよ、ね、あの子がですね、僕のこの iPhone を持って、リクトの動画があるよって言ったら、あの子ね、リクト好きなんですよ。それでお姉ちゃんは怖いんですけどね、まず触れないんですけど、リナちゃんはね。ところが弟さんの方は僕がこう抱っこしてると平気で餌やってくれて、今ねリクトに触れる子供っていうとですね、男の子では彼と、女の子ではですね、お父さんちの葵ちゃんだけなんですね。この2人がいる。で、やっぱりその動物ってほら、いろんな本能を持ってますんでね、僕は危ないので、決して近寄れって言ってるわけじゃないんですけども、顔を見ててね、この子なら大丈夫だっていう子は、まあ、僕の責任の上で親御さんもね、信用してくれてるんで、連れてくんですけども、まあ、その子がですね、スマートフォンを体の一部のように使うのを見て、って思って、なるほどなと今朝みんなにも話したんですね。確かにこれ今出来上がってることで、もう完全に出来上がっちゃってて、例えば車でもそうですし、そろばん、例えばね、そろばんもそうですし、筆もそうです、書道の筆もですね、これなくなっちゃ困るけども、ね、なくちゃって困るけども、今なくても困らないものっていうのもある、ね、まあそういうこの出来上がってる文化のも優れたものと、ここから伸びてきて今急激に育ってるものっていうのは、今度急激に便利なんですけど、バコッと壊れるとそれは非常に脆弱で、まあ、電気もそうですよね、北海道でブラックアウトなんていうのがまさか起きた時にですね、本当に冷蔵庫のものがみんな腐っちゃうっていう、そういうことが起きてみて、で初めてそのインフラのね、不安定さに気がついて、そこのに生活してる人間の脆弱さを思い知ったなんてこともあるわけですよね。でここ両方知ってるところの人が、まあ、こっちがいいとかあっちがいいとかってこうつなぎ役を果たすんで、何事もうまくいくんだと僕は思うんですけども、まあ、そういう中でですね、今のスマホのツルツルツルっていうのを自分に置き換えると、
確かにですね、僕ももう物心ついた時、あの子ぐらいの年の時には自動車にですね乗ってたんですね。これは親父の最初は親父の膝の上に乗っけられてステアリングを握って、今でも覚えがあります、あれぐらいの年だと。でこうくるくる回るんですけど、不思議でしょうがなかったら、とにかくなんで手を離しても、ね、手の離してまっすぐなところで手を離してもまっすぐ行かないのかっていうのを不思議でした。未だにですねそのことを覚えてます。で切るとちょっと遊びがあるわけですよ。で遊びがあってちょっとあの切ると曲がって、こう曲がるんですけど、遊び大きいから子供でも乗れる。それを親父が 下で、ね、こう支えてるわけですけども、支えて面白がってこうハンドルを握らせてくれたわけですね。まあその時代で6年生になってクラッチが切れるようになって、自分でテケ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 この敷地内を乗るようになった。で、その頃にまだお袋は免許を持ってなかったです。で免許を持ってなくって、そこから取り始めて、取ってる最中にあの動かしてね、親父のいないところで動かして傷つけてね、びっしゃがめっちゃに叱られて泣いてるところを見たいですねいろんなことのあった、ね、その昭和の、ね、自動車の黎明期をこう生きてきてるわけですけども、まあ、その時代の僕らだから、まあ、もうちょっと上の年齢の人たちだと、あの今運転がめちゃくちゃになっちゃってますけども、まあ、僕らはそこからはちょっと時代がもう少し先でですね、あの時代が後なんですね。後で車のそのアンジュレーションとかですね、ステアリングの遊びとかっていうのを知ってる部類になってきてまして、で、オートマチックもミッションも、ね、パワーステアリングなしもみんな操れるわけですよね。みんな操れるとどうなのかっていうと、それ操れるだけなんですけども、やっぱりあの未だにですね車に乗ることがそんなに怖いとも思わない。いろんな意味で楽しくてしょうがないです。だからよく東京にあの車で出張して、僕は何とも思わないのに他の人たちが疲れるんじゃないかとか、本当によくやりますねって言われるんですけど、僕電車で行く方が最近は疲れちゃうんですね。なので、この辺りのそのギャップっていうのがどこから出てきたかっていうのは、僕はいくらスマホをですね、いまだにですね、いくらこうやってもですね、あんな風に使えないんです、あの子のように、ね、だから僕は師匠と呼ばせてくれって言ったわけですけど、ああいう子がね今増えてるわけです ね。ですから車もそれに合わせて変わっていくと、ね、ステアリングはただ基本はですね、でもやっぱりちゃんとしなきゃいけないことは、自動車は人間が操るものだとね、操られちゃダメなんですね。これ操るから人間の本性、ね、遺伝子の中にグッと刺さってくるんだと。操られちゃダメです。自動運転の車が理想かって言ったら、僕は理想じゃないですね。このように危険を予測してくれる、助けてくれるというのは正しいね、家畜としての相棒ですけれども、ね、全部任せてしまうんなら、もっと他の方法があるような気がしてなりません、ね。そういう中でですね、やっぱりあのまあ、人間と犬との関わりに昨日あの振った動画を撮ったんですけども、人間が都合のいいようにこう改良してきた犬がですね、やっぱりその未だに、ね、牧畜なんかもうほとんどやってない中でですね、そういう牧羊犬の本能をやっぱり持ってて、こういうものに、ね、反応するっていうところは深いなと思うわけです。ですから人間はこれはですね、やっぱり家畜の末裔ですから、人間がハンドリングできなきゃ面白くない。犬や猫もそうですよね。ロボットがありますけど、ね、飼うのはやっぱり手間がかかりますが、ね、こうギュッと抱きしめた時に、ね、ぬくもりがあって、ね、いろいろ厄介なことも持ってるから飼ってる喜びがあると思うんですよ。喜びですよね。車もやっぱり操る喜び、ね、操ることができてですね、初めて本当の喜びにつながっているんじゃないかなということも、まあ、強く思ったんですね。で、このスバルの中では最も大型犬になってて大型犬に属する、ね、アウトバック、これをですね今日はちょっとね、鉄板のね、鉄板のこのパールホワイトのね、リミテッド、ね、あ、まあ、いろんなね、この車に対しては意見があると思うんですけど、僕はねよくできた車だと本気で思ってるんですね。よくできてます。まあこういう大型動物をですね、大型動物とか、まあ、大型犬をですね、ね、手のひらに乗っけられる方もいっぱいいるわけでね、大きいのはもうダメだと
ね、言われる方も多いのは事実で、もう必要ないとか、ね、もう大きいの乗りたくないんだと。いや、これはこれでよくわかります。僕も普段の足はですね、あのオープンデッキ乗ってますので、まあそれよくわかるんですけど、まあ、レガシーの本来の姿はこれが、本来はこれがね、理想でね、ここからやっぱりここからですね、スバルのこのまた違う時代が始まったような気がしますね。この一つ前の5代目はアメリカではこの、あの風体を持ってたんですけど、日本ではですね、過渡期の車でスパッと洋館切ったような雰囲気で、ちょっとねそこがまあ日本人にはとても向いてるんですけども、あの全体のバランスとしてはですね、こちらの風体を持ってる5代目レガシーの方が僕はあの好きではあるんですけど、日本では誰も見ることができません、ね、向こうで作った車しかそういう様子をね、持ってませんのでね。しかしこの車ね、これ新車の時のやつですかね、 S ってこれ何が S なのかよくわかんないけど、識別のステッカーってあったんで今取っちゃいましたけど、よいしょ、昔からですね、いろんな面白いお客さんいらっしゃって、なるべくですね新車の時にはもうシートのこのビニールも取らない、要するに取ったら叱られるケースがあるんですね。だからビクビクしてます、みんな。僕らは取っちゃいたいんですね。なぜかというと、このカバーはあくまでもあの何年製のものじゃないので、あの業者間をやり取りするため の、 あの保護カバーであって、新車であることを証明するためのカバーではないので、本当は渡す前に取っちゃなきゃいけないんですけど、長年の習慣の中であれが取っちゃってやるとものすごく怒る人がいるんで、まあ、それは新車の証だということですよね。ただ それがあの行き過ぎちゃってですね、中にはその運転席は外すんですけども、後席はずっと極力長くつけておくとかですね、こういうところの保護フィルムもあるんですけど、それもつけとかなきゃいけないとか、まあさすがにそれを外すんですけど、あのディーラーによってはですね、そういうことやっぱり怖いせいか、ここにですね、ここの保護紙、ここにブルーの保護紙があるんですが、保護フィルムですね、今は樹脂ですから、これをですね、あの取らずに収めて、知らずにお客様が青いもんだと思ってね乗ってる人がいて、それが次のオーナーのところまで行ってるっていうね、すごい車がたまにありますけども、あれ癒着して取れなくなるし、かっこ悪いんで、ね、まあ、なるべく早く保護フィルムってやつはですね、めくり取った方がいいと思いますのでね、あの、まあ、古い、さっきの話じゃないですけど、昔のね、新車のね、時とはちょっと今違うのでね、少しね、あのお客様の見方をね、変えていただいて、もし万が一ね、まだね、あのシートカバーのつもりでこのビニール、保護ビニールをつけたままの人とか、このスバルのこのエクステリアの一部にですね、こう貼られているこういう、まあ、ここインテリアかエクステリアか微妙なんですけども、こういうところに貼られているフィルムをそのままにしてる人、僕は気がつくとなるべく取った方がいいですよっていう話をするんですが、今もここにそれがついてるぐらいですからね、そんなの本当外さなきゃいけないですね、納車の時にね。はい、ニュースバルもその辺の指導がね、ちょっと不徹底なところがあってね、そういうことをねよくやってますよね。まあ、あのこの、ね、このシートはね分かるんですけど、他の保護紙、今みたいなこんなね取ってから車持ってこなきゃいけないですよね、ということを ETC カードが挿入されていません。何か面白いのこれ、なんかオプションがついてる、これ照明だね、これきっと見えるかな、そう、これ見える、これこれ面白いね、LED 照明、まあ、僕ヘッドライトつけて昼間でも走りますからね。でこれはあの X モード、多分釣りスイッチです、ね、これも、ね、ヒールホルダー、これ今は何つったっけ、ビークル VD ネタ、ヒルディセントコントロール、ね、ヒルディセントコントロールじゃないや、違う違う、何だったっけ、 AVH、ね、AVH かオートビークルホールド、ね、AVH ですね、 AVH、 ね、 AVH、 AVH、 ね、エベッチって、物理スイッチで、もうレガシー伝統のね、
この操作系、まあここは意地でもですね3ダイヤルにしないんですけれどもね、レガシーは、それ以外はここを3ダイヤルにするんですけど、その代わりこのタッチがね分かりやすいと、ここを電子にしたんですね今はね。でどうしてもこう見ないと分からないんですけど、まあね、いずれは口で「あい熱いよ」とかね言うとね、もう認識するようになる。今手でやるやつがあるんですけどね、あんなことがもう当たり前になってくるんで、そもそもそのそういうケーキパネルがねに、そういうものがあること自体がダサいと、ね、見えないものは見えないのがいい、そういうデザインだって言われると、まあそれはねデザイン論はそういうことですよね。でデザインはまあやっぱりそのセンスがいかに生きるかっていうことなんで、いろんなことにねチャレンジすることはいいと思いますが、まあこれの方が使いやすいです ね、こうもう運転中にここのこの親指2本でピッとやると前を見たままあのリサーキュレーティングにできますけど、これは見てどこにあるか分からないと絶対にやっぱり人間見ないとここを触るわけにいかないので、前の例えばその前にね今トレーラーのどでかいやつがこういるわけですよね。ああいうのがホコリや排ガス出すんですよまだね。で年式の古いやつに関してはとんでもない排ガスを出すわけです。でそういう時にパッと内気循環にできるかね、これは非常に大事なことでしてね。それから意外に意外に知られてないんですけども、実はですね、酸欠するんです。で酸欠このリサーキュルにしといてですね、で酸欠すると眠くなります。で意外に眠気を催した時に外気導入にしたり窓の空気を入れるとすっきりするんですけども、どうしてそれが分かったかっていうと、ニュル走ってて分かりました。でニュル走っててあそこ1周だいたい8分で走るんですよ。で1周8分で走ってる時に結構なこのクーッと力入れてますし、こういう状態で走ってるじゃないですか。で菰田さん曰くニュルブルクリンク症候群ってやつがあって、でニュルブルクリンク症候群の最たるやつは何かというと息止めちゃう。ガーって緊張してると言って人間息止めるじゃないですか。だからあのコーナーに入るときにクッと集中して息を止めてるのが本分にはいいんですけど、その次も続く、その次も続く、その次もってやってるうちにずーっと息を止めてて、ね、で過呼吸になるっていうね。で過呼吸になると今度はいきなり酸素をこう消費するので瞬間的にやっぱり酸欠するらしいんですね室内が。特に BMW こんなに広くないですから室内がですね。で気をつけてくださいって言われたことがあって、これはいい僕 の経験になりました。菰田さんに教えてもらわなきゃね、ニューブルクリンク症候群なんて知りませんでしたからね。本当にそのことがあって常時運転してる時に、例えば冬場もう締めてますよ僕、いろいろ舞い上がるんで、潮も舞い上がる、粉塵も舞い上がる、エアコンフィルターで取ってても取りきれない細かいやつが入ってくるじゃないですか。僕は基本締めてるわけですよ。で高速道路ビューンと下走ってて、あ眠たいなと思ったらおーって開けるわけですよ。何もない綺麗なところでね。そうするとやっぱり眠気が覚めたりしますので、コックピットでねやっぱり酸欠しないようにしなきゃいけない、ね、かといって機械任せでねガバガバ開けていくと入ってほしくないものが入ってくると、ね、いうことです。もうそれはもう明らかですよ。もう見てください、あの横着位トレーラー、大型のあの重機がずーっとあそこ走ってくるね。見てください、あれね、今ギリギリでしょ、中央分離帯のところギリギリのところ走ってるわけですよ。そうするとね、何が起きるかっていうと巻き上げるんですね、このもうここに寄ってたもので巻き上げても、まあ、後ろの車もね、どん着に走ってるとたまに飛びしくらったりするんですけども、冬場はですね、融雪剤の混じった出ていかないですね、道路から染み出ていかない、非常に濃い塩水がですね、飛沫でねブワーッと舞い上がってますから入ってくる、入ってくるんです、決していいもんじゃないですね。この人は本当は左側走んなきゃいけないですよこれ、ね、左側走ってくださいよ、右左から出てくるから嫌なんでしょうね。横着位ですよね、本当にそう思いますよ僕は。まだこの人前行ってるけど中には行かずにね、走ってる人たちがいてね。まあ昔はね、東京都は大型車は中央分離帯を走れと、都内の道路です、
昭和50年代、まあ、そういう悪影響で都内行くといまだにそういう車目立ちますけど、なぜかというと排ガス撒き散らしてるから沿道の家に申し訳ないんで、だから大型車はこの中央部に頼れっていうね、そういう実際ね、こともあったし、まあディーゼルがねここまでガスがきれいになったのは、まあ東京都のね石原元知事のあのあものすごいパフォーマンスね、あのビジュアル化した、ね、あれは聞きますよね、ビジュアル化しましたからね、排ガスを、あの人頭いいですよね、本当に頭のいい人でしたよね、ビジュアル化してね見せたおかげで排気ガスのねクリーン化が進んだと思うんですけど、まあ、昔はねそういうこともあったと、ね、そんなことを今トラック見てて思い出しました。さあこの、まあ、よくできたオートバック内田さんと毛塚さんがね一生懸命走らせて練り込んで、まあその毛塚さんのね内田さんからこう引き継いだ車作りのねフィロソフィーっていうのはね今回のクロストレックとインプレッサにバッチリ引き継がれてて、ね、もう自分の車としてね乗りたい車になってますね、今度のインプレッサ&クロストレック、特にインプレッサのねスポーツって言わなくなってるんですけど、インプレッサの他のガソリン車にはねやっぱりね彼らのね魂が入ってますね。でまあこの車出す時もあの専用エンジンを作ってもらえないっていうね、レガシーで専用エンジンがないっていうのはまあねこの時からのような気がするんですけど、まあ、5代目まではね専用エンジンで作ってもらったわけですから、そういう中をねやっぱりスタブレックスライドとかですねいろんなこう足回り練り込んだりして、まあ、その時の話をですね内田さんにも聞いてますしね、毛塚さんにも、毛塚さんがねいたんですよ、内田さんに呼び出されてここなんとかしたいみたいな話があって、あの2人で乗り込んでねこの車の足決めてったって話を毛塚さん本人からねまだ主査の頃にね聞いたんですけどね、十分ねその話を裏付けることができるいい仕上げになります。自動車の開発も大変だと思います。人のこの難しさっていうのがね、人のよくスバル頑張ってね、やってると思いますよ。どんどん新型車出してきて、いろんなことはどこのメーカーも今いろんなこと起きてますけども、うちの車でですねそんな致命的なことはですねない。でリコールってサウナと僕は思ってますから、これからはリコールっていうのはもう設計の一部みたいなものでね、そうじゃなきゃ作っていけないですよね、だからよくやってると思うんですけども、まあ、その一つがですねやっぱりそのこのウイルス化の中で失われたいろんなこととか激減してることっていうのが、まあ、まだいろいろとこの後遺症のようになって残ってますよね。人もですねはっきり二分化しちゃいましたね。苦境を乗り越えて強くなったり、あるいは元々の日本人の持ってる本質をですね取り戻した人もいますね、いると思います、明らかにいると思います。その反面ですね今度逆にですねこのウイルスの、まあ、時代にですねねじれてしまった人たちもかなりいるわけですよね。これは気の毒ですけれども仕方がない、ね、どうしようもないですよね。やっぱり運命というのは自分で切り開くべきものですからね、ここでねじれてしまった人たちはやっぱり大変なことになってて、今度 の上野で起きた殺人事件なんかを見てると、まあ、つくづくとその年齢層ですよね、殺されてしまった人の年齢層も独特ですし、もうこの30代50代でしょ、それから 手足に使われた20代、一つ間違うとね、とんでもない世界に若者が行っちゃうということを大きく示唆してますよね。逆にそうじゃないと日本人の本来の姿はこれだって取り戻した人たちも勉強が自由にできない、そういう学生時代にあったと思うんですが、まあ多分実行役の20歳の子たち見てるとですね、まあもちろん夢や希望が破れたことがいっぱいあったんでしょうけども、まあ楽な方に手を染めたって、ね、やっぱり人間お金が全てだねって思っちゃったんでしょう ね人間お金が全てだ、人間お金がも
大事ですっていう人は多いです。人間、ね、ちゃんとした暮らしが、ね、できる今、ね、若いうちは人間は金じゃないぞと職業の選び方もそばかじゃないぞって言ったことあるんですけど、したらそれはそうやって言われるけど、ね、今の40代ぐらいの子たちですよ、40代になったばっかりぐらいで、そうやって言われるかもしれない。まだねそれはそうやって言われるかもしれない。そこを聞く耳持ってた世代です。40代になった子、うちの息子の世代ですよね。けどもお金も大事だ、ね、そういうドライなね、ところもちゃんと持ってる。これですね、その下の世代になってくるとだんだんですね、言わなくなっていますよね、その本音をね。実際この僕らの年齢層にね、本音を言わないですね、わからないですね。本音を言わなくてもいい世界になっちゃったんです。どっちかって言ったらそこで本音なんか言う必要はなくって、 SNS でみんなつながってるんで、ね、SNS を通じていろんな傷も舐め合えるし、 SNS を通じて友人もできるし、で舐めてもらえるし、ね、美味しい話を、ね、この仮想空間のネットワークがみんなの手のひらに乗ってるわけです。冒頭の話じゃないですけども、自由自在にですね、年寄りの知らないですね使い方を開発して、それをもう持っちゃってますからね。ここがねやっぱり、まあ、理解できない、ね、分からない、なんでこんなことするんだろうっていう一つの理由じゃないかなっていうのをすごく最近思うようになりましてね。昨日例の役者志向だった男の子がですね、 You は何しに日本へってね、言われる番組の中でお金みたいなね。でもう一人の共犯者 の韓国の男の子ですか、日本語ペラペラの在日の韓国人の方なのか学生で留学しているのは知りませんけども、あの子むちゃっちゃとルッツってると思ったら次にパッと出てきたんで、あ、この二人ってなんだ連れなんだと、付き合いあるやつらがこういうことしてるんだと、ね、金と女と酒かなっていうのをね、そのあの年で言うのかみたいなね、あの年で言うのかと、ね、本音を言ってますけどね、あれあの年でそれを言うのかと考えられないですね、僕の20代は。いや、随分そこは分からない人も増えてきたなと、その中でねやっぱり我々らしさをこう大事にしながらね、車の本当の姿っていうのをやっぱり本当の姿っていうのをね、やっぱりね、もっと知ってもらいたいっていう思いがねものすごく僕にはありますね。やっぱりその車はね家畜の末裔なんですよ、相棒なんですよね、やっぱり。で昔はね餌食わせなきゃ動かなかったんですけど、それは燃料になってきてね、で燃料でなんとか人間のできないことをねなんとかよちよちやってた時代から、今度はね飛躍的に能力が上がってきてるわけですよ、高速移動のためにね。これは貨物も一緒です、貨物も全く一緒ですよね。でモビリティとしてもう社会に根強く入り込んでるんですけども、それをモビリティってくくらなきゃならなくなったっていうのも時代の変化ですよね。これがシェアリングがあったり、まあいろいろな、いわゆるもう月間使用料を払って携帯電話のように使うっていう、こういうやり方もあって、人それぞれなんですけども、まあ基本はですねやっぱりこの遺伝子の中にあるのはですね自動車相棒ですよね。やっぱり手綱を引いて走らせて、この、ね、このですが、この同期間がたまらないっていうね、この同期間をいかに、まあ、気持ちよく安全にね、早くですよ、早くが基本です。安全に早く、A 点から B 点に移動できるのが相棒の務めですのでね、まあ、そういうことをきちっとやってる会社が、まあ、スバルだと思いますので、まあ、これからもですねスバルを皆さんによろしくお願いしたいと思います。まあ、今日はこれで、動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。